はい、スイブちゃん今日はちょっとお散歩。あ、トシやめて、それ人の家やめて。行くよ。ほら見て、もう雨降ってきそうじゃん。あ、よかった。雨さん、すぐ降ってください。お願いします。じゃあ明日も降ります。よっしゃ。お、見て、トンボ。なかなかいないトンボ。見えるかな？いないよ。ちょっといるよ。蝶だよ。あ、蝶々ね。この時期だけだからね。もうちょっと下もあったから。はい、トシちゃん、こっちこっちこっち、そっち行かないよ。あいつそこ危ないから行かないよ。お、何あのショベルカーみたいなやつ。でかっ。これね、あと2ヶ月待って米ができるから。いつもここ、あれはね、お散歩コース。みんなほら、みんなね、お散歩してるよ。なんであんな1列になってるの？だってこれ横になったらみんな歩けないじゃん。じゃあそれじゃあ遊びに行こう。みんなね、お年寄りの人だから、お散歩で来ました。どういうことや？うん。走っていこう。走らないよ。とりあえず見て、これ本当、こう何もないけど、6月になったらお米の苗ができるよ。ほらもう見て、こう、こう野菜になったね。ひつゆちゃん見て、これもう野菜植えてるよ今。なんかほら作り方が面白いっしょ。これが野菜の作り方。大変だ、機械が必要。いや、もう機械なんかやらない。見て、こういった、見て、ショベルカーみたいなやつ使わなきゃ。そうだよ、だって、ね、奥深くのやつやんなくちゃいけないんだよ。ショベルカー高いからね、トレちゃん。下がるが危ない。100円じゃ借りれないやつじゃん。じゃあ1900、じゃあ2万円は？もっと高い。1億円。これ買ったらだって何千万するよ。車、家がね、家が1軒か2軒分ぐらいじゃない？ 100 じゃなくて、1000高い。これ買ったら、コスパババ。だって見てん、超で、ちょ、スティーブちゃん近くに行ってみてん。超ほら、超でかいよ。スティーブちゃんの身長と変わらないぐらいじゃん。でしょ？パパだって。そう、いや、パパよりちっちゃい。これ、免許が必要だから。免許が必要なの、これ、運転するの。自動車みたいな免許が必要。すごいね。ここ一周しないとね。パパ来た。なんか動く。なんかやってるのかな。お、なんか桜の花びらが飛んできたね。ほら花びらがいっぱいあるでしょ。なんかイベントやってるね。イベントやってるね。これ多分野球だ、野球、向こうは。ほらい、ほらい。よし、ちょっと森の中入ってみますか。カブトムシがね、夏な、あ、これ、はい。なんて書いてますか。寺やふるさとの森。そう、なかなかね、自然豊かなとこは少ないからね。ここまで来たからね、一周してからだからね。だって夏だったら、夏ね、なら今度夏だったらちょっと朝5時ぐらいに起きてクワガタ捕まえに行くよっか。朝5時、うん、夏休みの時ね。で朝5時に来たらまだね、カブトムシとかこの辺にいるかもしんない。でしょ、捕まえる。そう、捕まえる。ダメしかないよ。でもそん代わりトリッシュとセーフちゃんが起きないといけない、5時に。いや、もうアラーム必要じゃん。そう、アラームが必要でござる。ちゃんと起きれたらね。こういうとこね、こういう木のとこにいるから
捕まえれるよ。はい、トリちゃん、トリちゃん、ゆっくり。え、なになに。虫でしょ。蝶々怖かった。うん、そんなに蝶々怖かった。蜂だと蜂じゃない。トリちゃん、トリちゃん、もうちょっとゆっくり歩いて。パワー取れないから。あ、どうよ、ゼリパ。